12球団2桁失点試合数が1球団だけおかしい。楽天8試合、ロッテ7試合、横浜5試合、中日ヤクルト、西武阪神4試合、日ハム3試合、オリックス2試合、ソフトバンク広島1試合、巨人0試合。巨人は未だに2桁失点が一度もありません。ヤクルトが1位だと思ってたのに意外と少なくてびっくり。今年の巨人はリリーフの調子がいいから試合が荒れにくいのはあると思うな。本拠地東京ドームでこれはもっと評価されていい。広島ソフバンもさすがよな。日ハムのこの1試合が西武戦だと思うと笑えてくるな。序盤は西武さんも打線は強かったんだなって。楽天はソフバンにめっちゃやられてそうなイメージ。ヤクルトはもっと多いはずだろ。なんであの防御率でここまで耐えてるんだ。オリックスは投手陣の怪我が多いのにリリーフの層が結構整ってるし投手力は本物なんだよね。まあ2桁失点をどんな食らっても A クラスに入れれば何でもいいわ。巨人も言うて8失点や9失点はあるだろ。まあ1点の差やしごさごさ。2桁失点をシーズン通してしなかったらすごい記録なんかな。ヤクルト横浜についこないだ2度してるしもっと多い気がしたけど気のせいか。まあこれがいわゆる投手層の厚さを表す順位だろうね。楽天は層が薄い。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。